ウルグアイペソは、ウルグアイの通貨。1993年に導入された。補助単位はセンティモ。ウルグアイは1896年に、金本位制を導入して、経済を安定させたが、第一次世界大戦後に、金本位制を撤廃し、1964年以後、経済の悪化とともに、インフレーションが深刻化した。1973年11月には、 従来のペソに代わって、ヌエボペソが1009ペソイコール1ヌエボペソのレートで導入された。ヌエボペソも100分の1の補助単位として、センティモを導入した。その後もインフレは続き、1993年3月1日、ヌエボペソを再び1000ヌエボペソイコール1新ペソの割合でデノミネーションを行い、現行のウルグアイペソとなった。1994年に、 ステンレスの10、20、50センティモと新中の1ペソ、2ペソ硬果が導入された。2000年には5ペソ硬果が、2003年には10ペソ硬果が導入された。2010年7月、50センティモ硬果は発行が停止され、現在は1、2、5、10ペソ硬果がそれぞれ流通している。1995年から1996年に5、10、20、 50、100、200、500、1000ペソが発行され、2003年には2000ペソ札が発行された。効果の発行により、5ペソと10ペソの紙幣は発行が停止された。ありがとうございます。